はい、よろしくお願いいたします。それでは今回も10秒将棋、相手の方、四段の方になりました。よろしくお願いします。まあ、ちょっとクリスマスなのに、何やってんだって感じなんですけどね。まあまあまあ、あまり気にせず頑張っていきたいなと思います。三間飛車ですね。まあ、結構トマホークとか怖い作戦なんで、まあ、勝てるように頑張っていきたいなと思います。とりあえず、7八金型にして、早囲い見せて、はい。これで5四銀から9三桂とか飛んでくるのがトマホークなんですけど、どうですかね。来そうだな。なんかちょっとなんかトマホークの匂いがしたんだけど、そうでもないか。まあ、一応これで囲えましたね。あ、やっぱなんか来た。やっぱ来たか。なんか取っちゃうか。これ取っちゃうでもね、私向こう持って指した時に非常に有力で、いつかやってやろうと思ってたんですけど、ここでいいか。ここだったかな。そうですね。いやー、こっち、どうなんだろうな。まあ、取ってくんのかな。ちょっと角ここでしたね。あ、これはちょっとあれですね。桂成の筋を消してしまえば、これはもうはっきり優勢ですね、こっち。まあ、今はもう絶対なるしかなかったと思います。これはさすがに、まあ、銀出るしかないと思うんですけどね。取って、だいぶこう差がついた気がしますね。ちょっとよくわかんないけど。まあ、もし8筋の歩が切れてたら8七歩叩けるんですが、この場合叩けないんで8五銀ぐらいだと思います。あ、叩いてきた。さすがに強ですね。銀こう取るのかな。そうですね。ちょっと9五歩同歩9六歩があればいいんですが、向こう1歩しかありませんので、これで、十分かなと思いたい。次8七銀とか上がると、あ、これ完封かもな。金の方がいいか。金の方が硬いですかね。この方が次8六さえ打てばもう完封で、角引いても7六つけばいけると思うんで。そうですね。ちょっと向こうとしてはかなり辛い辛抱になってきたかな、これは。これで7四に引くしかないですかね。あとなんか、2四歩同歩4四桂って筋があって、ちょっとやってみたいなと思うんですが。同歩に4四桂馬と打って、同角に、あ、ダメだな。7五桂残っちゃうな。一回ここ突くのか。いや、ちょっと今、4四桂同角2四飛車でいいと思ったら、7五桂がね、残っちゃうんで、さすがにダメですね。で、この段階で4四桂もちょっと危ないんで、どうですかね。これで7五角見せつつ、角の利きを遮断しつつ、王様を固めると。これ、ただ角出て、あれですね。これで今度こそ4四桂が、兼ねてからの狙い筋である4四桂が、ダイレクトに打てて、これは、戦意喪失してほしい。欲しいとか言っても、してくんないけど。まあそうですね。これで、金、あ、金か。これ5三金とりあえず打っちゃえば、あれですかね。崩壊模様、かな。まあ2二飛車ですかね。ただ、5二金から4三金があるんで、そうですね。取ってきましたね。まあ、これは大差でこちらが優勢です。ただ、まだ油断は、全くできない。
6、7、これで、ああそうですね、これ嫌か、結構3、4、5、6ですね、取ると8五歩、いやちょっと分かんないけど、取ると8五歩で相当嫌そうですね。歩成りなら7一角が先に効くんで、うん、これは入れる一手ですね。これ詰めろなんでも取るしかなくて、これで次に飛車取りが受けづらいですかね。1二金は2三金で追い回せるし、うん、これもまあ普通に取ればいいですね。でこっちは飛車がスーッと横に効いてるんで、まあ比較的安全な戦い方ができているかなと。いやー、わかんない、危ねえ危ねえ、こういうとこだよな。あ、桂打つんだ。そうですね、金の方が圧迫感あって怖かったの。あ、そっか、角が1枚入るからそういうことか。まあ、ただ角が入ったところでって話だけど、あーちょっと怪しい筆。3、4、5、6、7、8、9、ちょっと分かんないけど、さえなかったな。8五歩とか打つとくになったか。桂成り、1、2、3、4、5、6、7、8、これはちょっとはっきりしてきたかな。同銀なら同馬で、7一金なら8五飛車、9三、9二玉。あ、これは一手詰めですね。ありがとうございました。ということで感想戦やっていきたいと思います。将棋ウォーズを勝ち抜くのはまだま、さっき8五飛車9二玉、9三なんちゃらで詰みという感じですね。トマホーク、ちょっとこう8六角と引かなきゃいけないところで、6八角と引いちゃったんで、危なかったんですが、この9六歩ですね、これを覚えておいていただければ、まあ、向こうがトマホークの仕掛けミスった時にこの9六歩がつけるようであればかなり有利な戦いができるんで、ぜひ覚えておいてください。私の受け方失敗でした、正直。ここ3五歩のところですぐ9七桂成来られていたら、ちょっと振り飛車ペースだった気がしますね。角はだからもし9五の歩取るんだったら8六に引かないとダメですね。ちょっと基本的なことをうっかり忘れてました。気をつけないとあかん。でちょっと端が怖いんですが、歩が1歩しかなかったんで7七歩で、9五歩同歩9六歩ができないということですね。で8七銀もあるんですが、ちょっと角が直射するのが嫌だったんで、金でこの銀のあれで角から直射を避けるという指し方をいたしました。で6六銀から3五角で、まあこれで狙い筋が実現しましたね。ちょっと前は4四桂同角2四飛車と桂馬を捨ててまで飛車をさばこうとしていたのに、まあ、ほとんどタダで桂馬が打てたんで、これはもう、間違いなく必勝桂だろうなという感じになりました。またちょっと8六歩がうっかりしてた割と怖い手で、これもし同飛車同馬8六歩だったら、まあなんか最悪8四飛車からあれですね、同金8五歩8七金9八歩同玉8六桂同金同歩に 8四飛車から、8六飛車と抜くみたいな、そういう筋もうっすら考えていたんですが、単に打たれてみるとちょっとね、もう取るしかないなというところで、ちょっと慌てましたね、これは。まあ、ただ普通に飛車取って、まあ9九角の一点狙いだったんで7八玉でかわして、ここで9九桂成もあったんですが、さすがにちょっとね、8五歩とか打ってこちらの攻めが早そうなんで、歩ついて銀上がって、同銀なら同馬で7一金なら8五飛車9二玉9三銀で詰みということで、ちょっと9二玉と早逃げされたんですが、これが勘違いで、まあ飛車打って一手詰めになってしまったという将棋でした。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価
チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。